人間であれば全て等しく権利があるという考え方がヒューマニズムなんですね。ということは、えー、非人間には、えー、人間に対して消費される権利しか認めないという考え方でもあるんです。岡田さんは、猫や犬を食べることについてどう思われますか個人的にはこういう話題に対して必要以上に激しく反発する人には異常性を感じまます。す僕もも猫猫を飼ってていいいいが、うちの猫じゃなければ別に食べていいとも思います。<laughs> はあ、まあまあ同じ意見ですけどねこの人とあのなんだろう「食べていい悪い」というのに関して悪い理由がないんですよね。人人間が人間がを食べるのはまずいと思いまます。まずいといとうのは美味しくないという意味ではなくて「<laughs> よろしくない」と思うんですけども。 それ以外のものに関してはですね、食べて構わないと僕は思っちゃうんですね。僕はあのなんだろうな、ヒューマニズムって言葉ありますよね。ヒューマニズムっていうのは僕らはついつい人道主義っていう言葉で考えちゃうんですけども、ヒューマニズムの成立したあの理由っていうのはえっ、ー、とねどちらかっていうとキリスト教に関係してるんですけども、人間であればすべて等しく権利があるという考え方がヒューマニズムなんですね。ということは、えー、非人間には 人間に対して消費される権利しか認めないという考え方でもあるんですヒューマニズムっていうのは実は非人間的なんですね非人間的であってクジラであっても イルカであっても犬であっても殺しても構わないし食っても構わないなんでかというとこの世界というのは人間が支配されるために創造されていてその代わりあらゆる人種のあらゆる人間はそいつがだろうな障害者であれ知能指数が低ければであれ老人であれ子供であれ全て等しく人間として扱わなければいけないというですね割と過激な思想なんですね。で それ以前の社会的な思想というのはどうなってたかというと。貴族が飼っている犬は、なんだろう、農民より偉いというのが当たり前の世界だったんですね。そういうふうにですね、何が偉くて、何がダメかというのは、社会的な。なんかポジションで決まってたのか、そうでなくて、種族で決めるというですね。科学的でありですね。割と危険思想でもあるんですよね。ヒューマニズムというのは。で、僕はその。自分の考え方をどこに。 落とし所をつけようかなっていうふうに考えたときにまず基本ヒューマニズムであるのはしょうがないなというふうに思ったのであの猫や犬を食べることについてはですねただし誰かの犬とか誰かの猫を食べるのはもう財産権になっちゃうんですけども財産権であったりするそあの財産権の侵害だからそれはいけないことだと。ではう みんなが可愛がってる犬とかそういうなんか問題がめんどくさくなってきますよね。どう考えるべきなんだろうな。うん、犬や猫やクジラを食べることはいけないっていう考え方はしないですね。それよりはすべ、えー、ての人は等しく価値があるって考えた方がだいぶマシだっていうふうに考えてますけども、はい、今は動物愛護もヒュー人間じむなっているあの。 動物愛護がヒューマニズムになったのはさっき話した人間に利用されるものとして愛される対象っていう価値をバリューを見つけたので犬や猫に対してはバヒューマニズムで人間だからヒューマニズムのために人間を犠牲にするというのはあってはいけない問題なんですけども。